海道日本ハムファイターズ対福岡ソフトバンクホークスのゲームです。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、デーゲームナイトゲームで選手の感覚は変わったりするものなのでしょうか。まあ人によっては違うと思うんですけど、僕はデーゲームもナイトゲームもあんまり変わらないですね。あ、そうですか。里崎さんは影響なかったということです。まずはファイターズの先発田中正義が札幌ドームのマウンドに上がります。どんな投球をしてくれるんでしょうか。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、このあたり見ていきたいと思います。初球打ち、レフトへ打球伸びる、レフトが取りました。バッターは2番に入っている今宮。まずはワンアウトを取っています。空振り、スピードボールを持っています。外、これは外れます。アウトコース外れました。打ちました。取った。アウト、ツーアウト。バッターボックスには3番近藤。ツーアウトランナーありません。これが1球目、空振りです。スピードボールを持っています。ここはボール球を振らせたいですよね。なるほど。さあ何を選択してくるか。次が3球目、外のボール、ワンボールツーストライク。ここはバッターがゾーンを広げて対応してきますから。打ちました。ファールグラウンドへ打ち上げていますが、この球は外れています。低め見送っています。3ボール2ストライクです。このボールは外れてフォアボール。2アウトから先制のランナーを出していきます。フルカウントなんで手を出してくる想定のボールだったんでしょうけどね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。これが初球、ファウルになります。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール。落ちるボールはこれは外れています。またファウル。打ちました。ここもファウルです。打った。これはどうか。ライン際を破りました。
ホームに送球、ファーストランナー一気にホームイン、ホークス1点を先制しました。見事なタイムリーヒット、1対0、序盤から試合が動いていきます。まず際どいコースをついてきました。さあ2球目は何か、外の低め見極めます。打ちました、いい打球だ、ライトに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてセカンドランナーホームイン、ホークス1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、2対0になりました。ファイターズなおもピンチです。インサイド落ちました、このフライは切れそうだ、切れました、ファールボールです。変化球を狙ってたんでしょうかね、低め外れています。これが4球目、低め見ました、ボールです。152キロ、次が勝負ですね。なるほど、そうですか。見逃しで三振を奪います。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。西さん、長いシーズン怪我などもありますから、年間通してベストオーダーが組めるかどうかっていうのは大事ですよね。いや、そうですね、それを含めてが、チーム作りですからね。そのあたり監督の采配にも注目が集まります。ホークスマウンドに上がるのは先発の有原。さあ、ファイターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。松本が打席に入ります。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。打ちました、これはショートライナー。バッターは注目のルーキー上川畑。有原、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルになります。よく見極めましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。ちょっと手が出ないところですよね。インローのストレート、力のあるボールです。ワンボールツーストライクです。低めはボール。アウトコース打ちました、一塁送球、ツーアウトになりました。バッターは DH マルティネス。ツーアウトランナーありません。微妙なところを攻めてきます、ストライクです。
まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど、そうですか。アウトコース外れます。ファウルになります。さあ5球目は何か。ボールになります。インサイド落ちました。センターへ抜ける。ランナー出ました。日本ハムファイターズです。ツーアウトランナー一塁。さあ初球は何か。初球ストライク。ボールになります。速いボール、膝元決まってストライク。ワンボールツーストライク。内への変化球は決まりません。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。取ってスリーアウトです。ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。1回終わりました。2対0、ソフトバンクホークスがリードしています。2回に入ります。7番から始まるホークスの攻撃、バッターは正木。ファイターズビハインドで迎える2回です。さあ里崎さん、立ち上がりを攻められて失点しましたが、まだ序盤ですからここからですよね。まあそうですね、ここからいかに修正していけるかがポイントになりますね。そうですね、まずは自分のペースに持っていきたいところです。ボールになります。インサイド落ちました。ファウルになります。打ちました。浅間抑えてワンアウト。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている甲斐。まずはワンアウトを取っています。初球わずかに外れてボール。155キロがいきなり出ました。はい、変化球わずかに外れてボール。ボール先行です。ライト方向を流しました。さあどうだ。ヒットになった。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは9番に入っている牧原。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は何で来るか。初球ストライクを取りました。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。アウトロー空振り、追い込まれました。ワンボールツーストライクです。
緩いボールを持ってきました。インコース詰まりました。ここはフライになっています。加藤掴んで2アウト。打順は1番に帰ります。バッター三森、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッ、打ちました。サード取った。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがホークス得点には至りませんでした。2対0、ソフトバンクホークスがリードしています。2回裏に入ります。追いかけるファイターズの攻撃。5番バッター清宮、ファイターズビハインドで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうですね。ボールになります。ボール先行です。打ちました。ショートが取る。アウト、ワンアウト。打順は6番加藤、有原、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。変化球インコース、ストライクです。ノーボールツーストライク。持ってきましたが外れました。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。掴んで2アウトです。バッターは7番に入っている浅間、2アウトになっています。初球打ち、レフトに大きな打球、レフト下がっていく、下がっていく。バッターランナーは二塁まで進みました。さあ、そしてバッターボックスには伏見が入っています。さあ、追い上げのチャンスを迎えています。まあ序盤のうちに1点でも多く返しておきたいですね。なるほど、そうですね。初球空振りです。いいボールだったんですが外れています。3球目は何で来るか。低め、いいところに持ってきましたが外れます。152キロ。インコースの変化球見ています。3ボールになりました。変化球打った、抑えた。いいプレーを見せました。これで3アウト。ランナー出ましたがファイターズ得点には至りませんでした。2回終わって2対0、ソフトバンクホークスがリードしています。際どいコースに送ってストライク。スピードボールを持っています。痛烈、これはどうか。
一二塁間を破る。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。送ります。打ち上げてしまいました。田中正義二塁アウト。送りバントは失敗です。今画面に出ているのが先ほどの配球です。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。初球打ち、これはどうだ。セカンドの右抜ける。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁一塁。高めのボール、弾き返した打球はセンターへ。セカンドランナースタートを切る。まあここからどう抑えるかですね、まあただチャンスに強いバッターが相手ですからね。初球の入りは気をつけた方がいいでしょうね。そうですね。さあ気をつけていきたい。中村がバッターボックスです。これは手が出ないか。ストライクを取ります。ストライクを先行させていきます。追い込みました。あー、いいボールでしたけどね。はい、インコースわずかに外れてボール。ここは投げ勝ちました。三振でピンチを切り抜けました。西さん、早い段階で先制を許しているわけですが、序盤3回です。まだ選手たちに焦りというのはないんでしょうか。どうですか。いやいや、まだね、あの序盤ですから、選手たちはね、今後のゲーム展開、ここに集中してほしいですね。ありがとうございます。膝元への変化球、あっという間に2ストライクです。さあ外してくるのか。緩いボールで来ました。いや、ストライクと言われてもおかしくないボールですね。はい、変化球わずかに外れてボール。次が5球目。インサイド変化球外れます。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。打ちました、流しました。詰まりながらもレフトへ。大きな当たりも、これはレフト掴んでワンアウト。打順はトップに帰って松本。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけど、運がなかったですね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。次が2球目。低めの球ストライク。これが3球目。今のはバッターよく見ましたよね。はい、ストレートわずかに外れてボール。さあ4球目は何か。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。取って2アウトです。打席には2番バッター上川畑。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトになっています。改めてお聞きしますが、バッターボックスの上川畑、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあそうですね、状況によって変わりますが。引っ張った、これはどう。
セカンドが取る。アウト。スーパープレーが飛び出しました。反撃したいファイターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3回終わって2対0、ソフトバンクホークスがリードしています。空振り。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。インハイ際どいコース。落ちる球できました。ボールになります。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。空振り三振、ワンアウトです。バッターボックスは8番甲斐。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね、ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。そうですね。田中正義、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。2球目は何で来るか。変化球わずかに外れました。これはスタンドへ入りそうです。入れました、ファールボール。この低いボールは外れます。落ちる球を持ってきました。フルカウントです。さあ6球目は何か。引っ張った、レフトに上がった。ここはフライになっています。レフトが取りました。ツーアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですよね、初球打ちがうまいバッターなんでね、入り方には注意したいですね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。初球はボールから、155キロです。ボールになります。ボール先行です。外低めのボール、ここは150キロを超えてきます。外の低めです。2ボール2ストライクです。見逃して三振です。3アウトチェンジ。この回ホークス三者凡退です。2対0、ソフトバンクホークスがリードしています。日本ハムファイターズ4回裏の攻撃になります。マルティネスがバッターボックスに入ります。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね、今日はバットが振れてると思いますよ、期待しましょう。ファイターズビハインドで迎える4回の攻撃です。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。まあこの点差であればまだ分かりませんからね、とにかく出塁したいですね。そうですね。インサイド、高い打球左中間へ。
この打球はフライになっています。センターが取りました。打順は4番野村。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。有原まずは先頭バッターを打ち取っています。ピッチャーライナーです。打順は5番清宮。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。この回のファイターズ打線ですが4球でツーアウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。いいボールですね。はい、ストレートが決まっています。ノーボールツーストライク。外への変化球は決まりません。次が4球目。引っ張った。ファーストが前に来る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいファイターズでしたがここは三者凡退に終わっています。4回終了2対0、ソフトバンクホークスがリードしています。里崎さん、ここは我慢のピッチングが続いていますが粘ってほしいですよね。まあそうですね。ただベンチではそろそろ交代っていう考えもあるんじゃないですかね。そうかもしれませんね。継投策もキーになってきそうです。まあ走力が半端ないバッターですからね。絶対塁に出した。インサイド打ち上げました。センターへ。伸びがありません。センター掴んでワンアウト。2番バッター今宮。前の打席はしっかり捉えてましたからね。ええ、まあタイミングが合ってるようなんでここは注意が必要ですよね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはファイターズが田中正義、そしてホークスが有原、この2人の投げ合いとなっています。これが2球目。直球ストライク。変化球タイミング合いません。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。ストレート外れました。平行カウント、これは低いところに持ってきました。3ボール2ストライク。さあこれで決まるのか。引っ張った。ファウルになります。打ちました。ここは打ち上げています。加藤掴んで2アウト。バッターボックス近藤。先ほどの打席は送りバント失敗に終わりました。2アウトになっています。ファウルになります。変化球タイミング合いません。あっという間に2ストライクです。打ちました。この打球はファウルグラウンドへ。これもファウル。ボールになります。インコース、またファウル。外れましたけどいいボールでしたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。打ちました。ここもファウルです。切りました。ファウルボールです。ボールカウントは2ボール2ストライクです。ゴロ。
最後はボール、フォアボール。ツーアウトからランナーを出してしまいました。もうちょっと際どいところに投げたかったですね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。さあ2球目は何か、緩いボールを持ってきました。さあ3球目は何か、低め外れました。ストライクを取ってこれで追い込んだ。打ちました加藤、一塁アウト、スリーアウトです。西さん、バッターも一巡してますんで、そろそろボールに目が慣れてくる頃なんじゃないでしょうかね。まあそろそろね、あの絞り球っていうのも見えてくるんじゃないでしょうかね。狙い球を絞る、そのあたり対策はできるんでしょうか。際どいコース外れました。4球目は何で来るか、変化球タイミング合いません。2ボール2ストライクです。真ん中打ちました、切れていきます、ファウル。インサイド落ちました、これはどうだ、一塁送球アウト、ワンアウトです。打席には7番バッター浅間。いや、先ほどは見事なツーベースでしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。そうですね。有原、まずは先頭バッターを打ち取っています。切れました、ファウルボール。この球は落としましたが決まりません。膝元をつきましたが外れました。低め見送っています。スリーボールツーストライクです。あっとデッドボールだ、当たってしまいました。さあランナーを一塁に置いています。バッターは伏見、そして一塁ランナーは浅間。まあここは盗塁でもいいですよ。どう動いてくるでしょうか。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。まあ牽制のうまいピッチャーですからランナーは要注意ですね。ああそうですね。インサイド落ちました、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになりました。ファイターズチャンスになりました。ワンアウトランナー、うちのボール打った、これはいいところに飛んでいる、セカンドランナータッチアップ、ツーアウトランナー三塁一塁となりました。さあそして打席には松本が入ります。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあこういったチャンスをものにしないといけません。左に切れます、このストレートは外れています。151キロ、きっちりと見極めました。外の球打った、セカンド取った、一塁アウトでスリーアウト、ランナーで。札幌ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。ホークスの攻撃、バッターボックスには5番栗原、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。はい、そうですね。ファイターズビハインドで迎える6回です。外れましたけどいいボールでしたね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。打ちました、ショート取った、アウト、ワンアウト。現在のピッチャーの状態、まだ100、バッターボックスには6番中村、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。まずはワンアウトを取っています。一塁そのまま入ってアウト。打順は7番正木、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ツーアウトランナーありません。力のあるストレートですよね。はい、ストレート空振りでストライク、打ちました、これはどう、三遊間抜ける、
正木、今日の初ヒットがここで出ました。初球ボール、空振りになります。150キロ、打った、これはサードの左、抜けました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁一塁。まず何を投げてくるか。このフライは切れそうだ、スタンドに入ります。インサイド打った、高いバウンド、サード取った、内野安打、これで3連打。さあそしてバッターボックスには三森が入っています。さあピンチは続き満塁という場面。まあ勢いづかせると厄介ですから、ここは無失点で切り抜けないといけませんよね。なるほど、そうですね。インサイド打った、セカンドの右、一塁アウト、これで3アウト、ランナー出ました。配球表をご覧いただいています。今日は6回の裏、ファイターズは代打を送ります。バッターボックスには代打の万波。ファイターズビハインドで迎える6回の攻撃です。インサイド落ちました、強い打球、ノーボール2ストライクです。見逃して三振です。ワンアウトです。アウトコースボール、次が2球目、外への変化球外れました、ボール先行です。低め、これは決まった、これが4球目、ストレートを持ってきました。2ボール2ストライクと追い込んでいます。打ちました、今宮、アウト、2アウト。バッターボックスは4番野村、先ほどの打席はピッチャーライナーに倒れています。2アウトランナーありません。2球目は何で来るか、インコース変化球決まりません。内へ低めの変化球、ワンボールツーストライクです。引っ張った、これはどう、あっと取れない、どこか痛めたか。あ、今やはりここでホークス守備を変えてきました。バッターボックスには代打の今川、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球甘いコース、バットが出ませんでした、ボールになります。追い込んでいます、ワンボールツーストライク。変化球が低めに外れます、見逃し三振、スリーアウト、チェンジ。これから7回ホークスの攻撃です。そしてファイターズは、里崎さん、僅差での勝負となってますんで、この回1点でも取られるとかなり雰囲気変わってきそうですが、どうですか。まあそうですね、これ以上、高めのボール、おっと、これを掴んだ、アウト、スーパープレイ、素晴らしいプレーが飛び出しました。バッターは3番近藤、今日は2つのフォアボールを選んでいます。ワンアウトランナーなしです。初球空振りです、これが2球目、アウトコースのチェンジアップ、内への変化球は決まりません、ストライクになります。2ストライク2ボールと追い込んでいます。変化球で空振りを取ります。バッターボックスには指名打者の柳田、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトランナーありません。初球打ち、ここはフライになっています。石井が掴んで3アウトです。ファイターズは代打を送り、初球は何から入ってくるか、インコース詰まりました、この打球はフライになっています。今宮抑えてワンアウト。バッターボックスには7番浅間、
先ほどの打席はデッドボールでした。有原、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルになります。次が3球目。3球目打ちました。この当たりはどうか。近藤が掴んで2アウト。バッターボックス伏見、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。2アウトになっています。初球打ち、ここは打ち上げています。三森が抑えて3アウトチェンジです。これから8回ホークス、バッターは守備交代から起用されている川瀬。ファイターズビハインドで迎える8回です。さあ里崎さん、これ以上離されると厳しいですから、しっかり抑えていきたいです。引っ張った、これはどうか。ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ここはゴロを打たせたいですよね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。バントしました。打ち上げてしまいました。送りバント失敗。さあこの終盤、一塁には追加点のランナーを許しています。バッターボックスには正木。ここはランナー動かしていくのもいいと思いますね。さあランナーをどう生かしてくるか。真ん中決まった。ワンボールツーストライクです。打ちました。石井、セカンドホースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。8回の裏、ファイターズは代打を送ります。バッターボックスには代打の古川。ファイターズビハインドで迎える8回の攻撃です。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。高め外れてボール。いいまっすぐですね。はい、低めストレート空振りでストライク。ワンボールツーストライクです。インコース詰まりました。ここはフライになっています。掘ってワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター松本、今日はまだ当たりがありません。まずはワンアウトを取っています。打ちました。この打球は落ちるか。どうだ。ヒットになった。松本、これが今日の初ヒット。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。甘い球見逃しちゃいましたね。そうですね。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。いや、まだは。打ちました。これはどうだ。二塁送球アウト。ここは二塁をアウトにしています。バッターは DH マルティネス。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ゲッツー崩れでランナー残りました。バッター有利なカウントになりました。まあ、甘い球をね、しっかり仕留めたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。一塁牽制、一塁はセーフ。これでフルカウント。次が勝負の1球になります。ここからは確実に。インサイド落ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。ライト方向を流しました。打球はライトへ。ランナー出ましたが、これから9回ファイターズ。里崎さん、ビハインドで迎えた最終回です。どのようなピッチングを期待されますか。もうとにかく最後までしっかり抑えてもらいたいですね。そうですよね。きっちりと抑えたいところです。内へのボール外れました。打ちました。ファーストが取る。アウト。ワンアウトです。打席には9番バッター牧原。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。堀、まずは先頭バッターを打ち取っています。高めに決まりました。ノーボールツーストライクです。打ちました。これはどうか。センターに抜ける。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となり、一塁牽制セーフ。打ちました。取った。二塁を送ります。二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。9回の裏、
西さん、ついに最終回を迎えてしまいました。いかがですか？いや本当ですね、まあ、ここまで来てしまいましたけれども、まあ、最後にね、なんとかしてほしいですよね。チャンスを作り出すかどうかを注目したいと思います。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。三森が抑えています。ワンアウト。バッターは守備交代から起用されている石井。まずはワンアウトを取っています。初球ストライク。力のあるまっすぐですね。アウトローのストレート、空振りです。ノーボールツーストライク。釣り玉でしたね。はい、高めストレート外れてボール。打ちました。わずかに右に切りました。ファールボール。誘ってきましたね。振ってきません。外れています。スリー打ちました。サード取った。ツーアウトになりました。バッターは守備交代から起用されているヤッツ。ツーアウトランナーありません。この打席で試合の行方が決まります。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。はい、さあつなげる。インサイド弾き返した打球は右中間へ。外野フライ掴んでアウト。これで3アウト。最後いいところなく試合終了です。相手ピッチャーの前に手も足も出ず完封負けを喫しました。